スターフォックスシリーズスターフォックスアドベンチャースターフォックスアドベンチャーは、レアが開発し、ニンテンドーが発売した、ニンテンドーゲームキューブ用枠ョンアドベンチャーゲームである。スターフォックスシリーズの第3作目。もともとは、スターフォックスシリーズではなく、オリジナルの新作タイトルとして、ニンテンドウ64で開発されていた。その当時は、ダイナソープラネットというタイトルで、 登場するキャラクターも、クリスタルなど一部のキャラクターを除き製品版とは異なっていた。2001年にプラットフォームをゲームキューブに移行することと、スターフォックスシリーズのキャラクターを登場させることが発表され、それに伴い、スターフォックスアドベンチャーダイナソープラネットというタイトルに変更され、その後現在のタイトルになった。ゲーム内容は、 ゼルダの伝説シリーズのようなアクションアドベンチャーをメインにした構成になっており、シューティングパートはおまけのような位置づけになっている。なお、本作のキャラクターボイスはすべて英語で、日本語収録はない。この作品が末置き型ハードにおいて、任天堂のセカンドパーティーとしてのレア者の最後の作品となった。恐竜たちが住む原始の楽園。 フォースポイントにはめ込まれた4つのスペルストーンによって秩序が保たれていたがスケール将軍がスペルストーンを全て持ち去ったために惑星自体が分裂してしまった。続編のスターフォックスアサルトにもサウリアという名前で登場している。スターフォックスゼロでは登場こそしないものの名称のみスリッピーが語っている。ありがとうございます。